まず体格が違うかなっていう、自分の方が かなり大きいと思いますし、距離も違うはずですし、テイクダウン能力も僕の方が勝ってると思いますし、ですからまあスタンドに関してはその距離とテイクダウン能力で支配できればなというのは自分の中でありますし、でグラウンドになった時もまあ技術的な動きでも負けてないと思いますし、まあトータル的に見るとスタミナをやっぱり重視して今回はスタミナをつけるトレーニングをしっかりやってきたので、そこも、自信があります。はい、まあ寝技も含めての一発っていうのが、ある選手なので、そういうところはしっかりテイクダウンして固めてくるというよりは向こうも一発狙ってくるという感覚は、持ってるはずなので、そういうところはちょっと注意したいなと思います。そんなにスタミナに物を寄せるタイプではないと思いますので、どちらかというとペースをつかむことによって自分のスタミナを使わないようにしてくるような戦い方をしてくる選手だと思います。こっちがペースをつかんで削っていきたいと思います。3月の UFC マカオで全力で戦っていい結果を残していきます。応援よろしくお願いします。